やはり30キロ近く落とせばそういう影響もありますよね、はい、3分3ラウンド延長あり、初代王者に輝くのはどちらか。重みがあるライトヘビー級です。バックブローをうまくかわした。掴まれてもバックブローを放っていく上村です。防戦一方は有事、ビラサクレック一門のこの上村です。去年12月 K1 で KO 勝ち、今年3月クラッシュでも KO 勝ち。ふわふわした印象ですが試合感は素晴らしい。この上村です。じわりじわりと圧をかけていく上村。ボディアッパー、膝です。宮田さん、はい、上村のコンビネーションが光っています。そうですね、あの1ラウンドからこの選手はこういうスタイルですね。ただユージ君体強いですから、なんか倒されるイメージもないんですよね。しのいじゃんじゃないかなっていう。 おっと後ろ後頭部、大丈夫です。やはりあの程度のダメージでは自衛隊ということもあり打たれ強さがありますよね。自衛隊はそうですか。掴んだ後にユージが組み立てようとしてもすかさず上村がバックブローで隙を消してきますね。上村君は全く明太の練習してないと思うんですよ。肘膝だったりです、はい、だからこの1ラウンド長引いた時どうなるかってなりますね。だからこそ1ラウンド行ってますね。コーナーに追い詰めた。残り1分10秒。はい、ライトヘビー級らしくパンチに重さがあります。ユージはじっと相手の隙を伺うような感じ、落ち着いた印象もあります。赤のグローブがユージ、対して青のパンツ青のグローブが上村。リズミカルに上村が攻撃を出していきます。30秒。なんか こっち向いて今変な顔しましたよ。それだけの余裕がありますね。しかしユージの腕と腕の間を狙うようなパンチはしっかりガードしています。こういった基本的な技術の上での攻撃ですね。そうですね。ちょっといいパンチが入ったようにも見えましたが上村は大丈夫です。はい、終わった後に笑顔も見えました。長野翔、この上村慎也のキャラクターが少しコミカルな感じにも見えませんか。いや、なんかこっち向いてね、なんかアピール聞いてねえぜみたいなね。相手見て、相手見て大概聞いてるっていう話ですよね。どうですか、どうですか。あるかもしれないですね、ですよね。なんかでもあれですね、ちょっとこうあのユージ選手の方がちょっとこう体力をなんか奪ってやろうみたい なんか、ね、ちょっと2ラウンド以降勝負みたい な感じがしますよね、見てて。マークさん、なんかユージにはやはりこのどっしり構える、なんかこう大きく視点見ているような印象もありますよね。そうですね。でも今日のこう見ていると手数を出してた方がポイントが入るんで、やっぱり前に出なきゃいけない、こんだけ上村選手が出てるとやっぱポイントは残ってしまうんじゃないのかなと思うんですけどね。3分3ラウンドで延長ありのルール、ライトヘビー級の王座決定戦です。ラウンド2、現役自衛官対幕張の怪人、全3ラウンドのうち2ラウンド目、激しく仕掛ける上村、赤コーナーに追い込んでラッシュを見せる。ユージの体も脇腹あたりが赤くなってきていますが、眼光全く変わらず、上村はなんというかコミカルなキャラクターですが、抑えるところはしっかりとガードしていますね。宮田さん、そうですね、やっぱりキャリア積んでいく中でやっぱり強さを本当に身につけてますね。ただの、当たったらというだけの選手ではないですね。
さあ、ユージがこれどのあたりからスイッチを切り替えるかというのも必要になるかと思います。宮田さんはどう見ますか。そうですね、そろそろこのラウンドでやっぱり盛り返さないと、このラウンド取られてしまうと1ラウンドもおそらく取られてると思うんで、ちょっと厳しくなりますね。ラウンド中盤から後半、さあニュートラルコーナーに追い詰めて、体の強さがあるユージブレイブリーですが、それを上回るぐらい手数でスタミナを奪い切ってしまおうという上村慎也。接近戦は少しユージが嫌がるような印象にも見える。でもあれですね、ヒロト選手とケイト選手、イラサクルクで2人ベルト取ってるんで、上村君もやっぱりちょっと流れに乗りたいところですよね。自分だけ負けるわけにいかないですよね。ミラサクレック勢にそれだけ勢いがあります。ガードしている、コーナーに追い詰めた。膝を取ってから転がそうという上村ですが、これはユージ大丈夫。さあ第2ラウンド残り1分です。はい、ボディからグッと入り込んでフックはガードされます。正面のジャブストレートは上村がしっかりガードしています。これは技術を見せた上村。残り30秒、ボディからアッパー、コンビネーションが多彩な上村。止まらない、初代王者に輝くのはどちらか。ユージもあれだけ打たれても全く倒れる気配はありません。第2ラウンド終了です。第2ラウンド終了です。宮田さん、はい、より1分間のインターバルになります。上村はあれだけ打ち続けてもワンパターンにならずに様々な組み合わせの仕方をやっています。いや僕は前回より10キロぐらい減量してやっぱり動けてるのが、練習してるんですね。練習してちゃんと絞ってきたんだなっていう、まあ王座決定戦だからっていうのはありますよね。あとやっぱりベルト取ったらおそらく鼓動のリングで防衛戦があるじゃないですか。また別府に来れるじゃないですか。そういうのもみんなモチベーションになってるじゃないですかね。東京の選手は長野市長、今回大分に来県した選手たちが温泉に入るのをみんなすごく楽しみにしていました。いやいや、ただ券配らなきゃいけませんねこれね。ちょっとフリーパスをねちょっと、いやいや嬉しいことですね。そういうこう別府に来ること自体がモチベーションって言ってもらえるとね、なんかすごく嬉しいな。セコンドアウト、さあ全3ラウンドで残るは3分です。現役自衛官のユージブレイブリー。大きな声で言ってました。あれ誰ジャッジに言ってるんですかね。上村のそんな声が聞こえてきました。それだけ上村は周りの声が聞けたりするぐらいに広い目線で見ているっていう風に言っていいですね。宮田さん、ちょっと一食ってのところ昔からあるんで、はい、いやでもちょっとあれだな、ユージ君、ユージはこれどんな動きが必要になるでしょう。プレッシャーはかけてますよね。何かを仕掛けたいんですけど、上村の手が止まんないですね。止まんないんですよね。パンチが主体でなかなか肘や膝、接近戦での動きが見えないというのはありますが、それだけの隙がないというふうにも見えます。上村君はいろんなパンチを出すので一本調子だったら大体分かってくるんですよ。こういった感じで本当手が止まらないですね。体重が乗ってないパンチであってもあれだけ連続で打ち込まれるとガードの手を離すことはできません。第3ラウンド1分が経ちます。すごい、止まらない。ユージが大振り、しかしかわす。こういったジャブのような動き、これが見事。しかし何かダウンの糸口を探したいユージブレイブリー。足が止まらないですよね。止まんないです。あんなことできるんだ。足バックスピンキック、完璧に乗ってますね。はい、ほらまた右フック。すごいな、スタミナ落ちないですね。すごいスタミナですよね。全く足が止まらない、はい、
去年から考えると30キロ近く体重を落とした選手とは思えません。ユージの膝、残り1分15秒。右のボディからアッパー、真っ赤ですね。そして転がそうという動きから距離を離します。右のオブリン、さらに左、掴まれてもすぐに隙を消す。上村、圧はかけ続けているユージブレイブリー。そうですよね、ユージ君の前に出るのガッツはすごいですけど、やっぱり技術ですか。もう一発しかないですね。何か一発して仕留められるパンチしかないんですよね。残り30秒、さあ30、ここしかない、もう止まらない。グッと出てくる上村、一遍にコーナーまで追い込んだ。ジャブジャブから転がそうというところ、ユージがすかさず距離を取る。もう残り10秒を切っています。上村は最後10秒逃げ切ろうという動きも見えました。これよりジャッジペーパーの集計にあります。まずユージブレイブリー、この耐え切った力というのはすごかったですね。今宮田さんの笑顔がありましたが、今上村と何かアイコンタクトがありましたか。あいつ昔からそうなんですよ、はい、競馬の頃から慣れ慣れしいんですよ、はい、キャリア浅い頃から僕に対してすごい。ひょうひょうとして本当つかみどころのないキャラクターはこのリング上でも皆さんにお届けできたかと思います。まあ余裕、まあ自分の試合ができたんでしょうね今の笑顔は。最終目標が70キロ、まだ絞るんですね、はい、ここでよくタイトルだったりとかこういう風になりたいっていうのをよく挙げる選手は多いんですが、初めて体重を書いている選手を見ました。ダイエットにハマってるって。ジャッジの集計結果をお願いします。ジャッジ奥田29対28、青コーナー、ジャッジ川原30対28、青コーナー、ジャッジソンマイ30対28、青コーナー。以上3対0、勝者は上村信也。幕張の大輪が別府で大暴れしました。しかしユージブレイブリーもよくあれだけの強さがありますよね、宮田さん。そうですね、今日はちょっといいとこ出せなかったんですけど、前回3年ぶりに復帰したんですよね。で今回王座決定戦でトロフィー、そしてチャンピオンベルト、試合感も戻りつつあるユージブレイブリー、念願の初タイトルなるかというところでしたが、技術を見せたのがこの上村信也でした。先ほどスポンサーの看板とともに女の子にもナンパするようにも一瞬見えましたね。そういったキャラクターも非常になんかこうユニークですね、矢田さん。基本なんでしょうね、ちょっとそういうふざけたキャラクターですね。カメラ目線ももらっています、はい、昨日砂風呂入ったとか言ってました。あ、そうですか、はい、チャンピオンは上村信也。悪いものが抜けましたね。いい形でこの初代王者戦に照準を合わせられたんでしょう。いやでもこれ上田作六勢は3連勝ですね。3人チャンピオンになりましたね。勢いが止まりませんね。これ面白くて5大タイトルマッチで後半3試合はブレイブリー勢なんですよ。でブレイブリー勢はユージ君は落としてしまってのレイト君、ノブ君って続くんで、なるほど、さあどうなるかっていう見方もできるかなと。マークさん、やはりブレイブリージム、ここ大分県別府市が地元で、マークさんも交流が何回かあったかと思いますが、はい、やっぱりそういった意味で言うと応援してしまいますよね。応援したくなりますね。
でもね、今の試合はこうやっぱ前に出る大切さっていうのがすごく出てたんじゃないのかなってすごく思いましたね。そのパンチを出し続ける技術とスタミナ、それがこの背中、上村慎也にはありました。次の試合はレイト君ですね。レイトブレイブリー絶対勝ってほしいですね。そのためにでも僕はあのちょっと DJ であの元気と勇気を与えようかなと思います。さてこの後ですが、マークパンサーさんの DJ パフォーマンス、その後サラウィズ大宮アイドルの皆さんによるパフォーマンスがあります。ですので試合はもう少しした後に始まることになります。皆さんも一呼吸つきながら待っていただければと思います。